こんにちは、高橋です。本日なんですけども、抜けない人ぜひこれを見てください。これを使ってくださいということでね、試合中自分のディフェンスを抜けませんとか、1対1が苦手ですとか、そういう方に向けて、上手い人が平均してみんなこれを試合通して使ってますっていう、そのコツを、相手を抜くことにおいてのコツっていうのをね、紹介していきたいと思いますので、実践してみてください。それではやっていきましょう。やっていく。さあ、ということでね、早速まずすごい重要なことなんですけども、試合中の1対1が苦手とかドライブが苦手な人の多くは、このディフェンスを見てしまっているっていう問題があります。このディフェンスをどうやって揺さぶろうかを考えているので、常にディフェンスに捕まっているような感覚になってて、このディフェンスをどうやって崩そうか、どうやって崩そうかってこう考えすぎて、もうちょっと抜けへんわってなっちゃうんですけども、スペースがどこにあるのかを見るっていうのを一番大事にしてほしくて、そのスペースに対してアタックします。ドライブが得意な人が見るのって、ここを見るんじゃなくて、この両サイドのスペースを見てドライブします。そのスペースを見るって意識づけをするだけでめちゃくちゃ変わります。はい、続いてはキレの出し方になります。キレが欲しいと思うんですよ、皆さん。抜けない人のパスミートからのドライブの仕方って、パスもらいます、こういう感じです。スピードとキレが出せるタイプの人のドライブって、パスをもらってからここからこう振って結構前でドリブル作るんですよ。パスをもらってからしっかりとボールを振って、この推進力を使ってドライブします。パスをもらってからしっかりと振って、トレーニングとかしなくてもこれだけでドライブのスピードとキレが出ます。はい、まず最初抜けない人が使ってほしいのはディレイレッグになります。このディレイっていうのは何かと言いますと、ちょっとタイミングをずらした動きになりますね。普通だったらドリブルがついた瞬間にドライブにつなげるところを、ワンテンポ置いてからドライブします。一定のドリブルのリズムがこうあるときに、今言ったディレイっていうタイミングがこう少しでも入るだけで、ディフェンスからするとものすごく嫌なので、これめちゃくちゃ上手い人使ってるので、ぜひ目線とスペースを見るっていうのを組み合わせてこれを使ってみてください。なるんですけども、プッシュクロス使ってるけど抜けへんという皆さんに向けて、まず大事なのはプッシュクロスをフェイクとして使わないことです。目の前のディフェンスに対してフェイクとしてこうやってかけるのもいいんですけども、プッシュクロスを使うときはあらかじめスペースを見ておいて、こう周りを見るふりをしてスペースを確認しておいて、急にプッシュクロスで加速します。一気に両足で落ちてプッシュにつなげます。行きたい方向とは反対側の方に体を向けておくようにしましょう。はい、続いてはスタブドライブになります。これもね、タイミングの変化で抜く技で、まずスタブっていうのは、インアウトまではいかない、こう小さいインアウトぐらいで持っていただけたらいいと思うんですけども、このスタブを使って、普通だったら、このタイミングで抜きにかかるんですよ。そうじゃなくて、このスタブのドリブルを入れた瞬間に、ここで抜きにかかります。こうやってドライブに行くのと、こうやってドライブに行くのじゃタイミングが違うと思うんですけども、スタブを入れながらボールが落ちるのと一緒にこう落ちるイメージでドライブ行きます。はい、続いてはスキップのトリガーステップになるんですけども、こうドリブルしてて、こうどうやって抜こう、どうやって抜こうってなってきっかけが作れない方に向けてすごいおすすめなんですけども、こうスピードを出すトリガーが欲しいので、プッシュクロスを入れながら体をこうクローズして足を引いて、ここで一気に加速します。その時点でしっかりとスペース
所行ってこっち側行けるかと思ったら体閉じたら開きながら加速します。これめっちゃ使える、めっちゃいい。ディレイでございます。これ何かと言いますと、体をクローズしてボールを隠すっていう動きを見せるだけで、一回こういう状態からこういう動きが入るだけでちょっと警戒心が芽生えるの で、その上でボールを隠したタイミングで先ほど一番最初にやったディレイの動きを使うと、あ、ボールが隠れたなと思うタイミングでドライブに来られるので、これ反応めちゃくちゃしづらいです。ヘビーステップでございます。これはもう是が非でも覚えていただきたいんですけども、一発目のドライブはこうなんとかいけてもついてきた時の対処法がなさすぎて一回やり直してしまう。これものすごくもったいないことなので、でこのヘビーステップは絶対と言っていいほどね覚えてほしいんですけども、オットの練習方法としては2回か3回ドリブルで、この練習をするとヘビーステップのタイミングが身につきやすくなるので、これをね絶対に身につけておくようにしましょう。はい、最後に覚えてほしいのはストップスキルからのカウンタードライブになるんですけども、これは何パターンかありますので、これ自分使えそうだなというものを参考にしてみてください。何本撮るだよこれ。もうこっちのせいだ。はい、ということで本日は抜けない人に捧ぐドライブ講座だったんですけども、まあ、一貫してね今日言いたかったのは、まあ、抜けない人こそこうテクニックにこだわってこういろいろとねこうバシャバシャやってしまいがちなので、シンプルなことをどれだけ質をねレベル感を上げれるかってことがものすごく大事になりますので、こんなんしてるよと思うのあったと思うんですけども、それのポイントとかこうやってやるとさらにキレが出ますとか、こうやってやるとさらに相手が抜けるようになりますというポイントをねぜひ聞いていただいた上で、皆さんぜひ1個でも多く身につけてみてください。それではこれを使って抜けるようになりましたとかコメントお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。